付けが一人きり寒い世界を忘れてた。Yeah!
かすて夢別れたあいつのこと歩く話しかけて作り上げもねちった寂しげに見えた通りですね、我々ですね、6月今年の6月に、ファーストアルバムをロックオンレコーディングしまして、今ツアーといいますかですねいろんなとこ回らせていただいて CD の方を販売させていただいております。もしも聞かれてああ俺なかなかいいかなとか思っていただければですねあそこにですね CD 置いておりますんでよろしければ買って帰っていただければというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、また2曲ほどですね、ちょっと派手めの曲を2曲ほどやらせていただきます。それじゃあいきます。ロックンロールで死にな。
Thank you.
で、おおかかと思ってね、こんな感じでやってましたけど、雨が詰まっただけです、大丈夫です。はい、ということでですね、今日は本当どうもありがとうございました。次の曲で最後なんですけれども、次の曲はですね、CD の方のタイトルチューンになっております、曲をやらせていただきたいと思います。でですね、我々北州スリップはですね、11月は、大阪ですね、大阪のジュースをクラブウォーター、それと京都の、シルバーウィングスというのでやりまして、ほんで12月はですね、もうとんでもないことになりましてですね、まあ、ブルース好きの方だったらご存知と思うんですけども、12月の4日に、神戸にですね、クリス・ドゥレアーテっていうギタリスト、世界的に有名な、ブルースバンドのギタリストが来まして、クリス・ドゥレアーテグループやってきまして、そこのオープニングアクトを我々やらせていただくことになっています。でその後ですね、年内あと1、2本やらせていただくという形でどんどんと回らせていただきますのでですね、もしも、ご興味のある方はここから来るのはちょっと遠いと思いますけれども、また、我々もこちらにも来させていただきたいと思いますので、ね、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後にございます。ハッピーストーリ
より浅い夢を見る。自分が誰かも分からずにいた。作りはないもんうまくなった騙し続け